はい、じゃあ次にね、CX400 と CX400 ツアー、こちらの方インプレイしていきたいと思います。で、CX400 と CX400 ツアー、これね、 CX400 ツアーの方については、かゆいところに手届かしてきましたよね。ダンロップさん、さすがですよ。そこに手出したかっていう感じがありますよね。まあ、正直あの CX200、まあ、これがあの CX シリーズの、フラグシップモデルになるんかと思うんですよね。98インチの、まあ、98インチとはいえかなり黄金スペックに近い、まあ、CX200 一番らしくって、いろんな人が使えるんじゃないかっていうスペックだと思うんですけど、正直ね、 CX400 ツアー、これね、 CX シリーズの黄金スペックでしょ、ね、これ相当来ると思いますね。 CX400 ツアー、僕の中ではかなり期待ができるラケットだなと思うんですけども、で CX400 の方もね、当然あのちょっと熱くなってる分パワーがありますから、その分僕らみたいなね、素人プレイヤーにはアシストが強くなってくれる。で、まあ、気になるのがやっぱりこれですね、FX500 ツアー、98インチ、23mm と、21mm から 23mm、フラットじゃないんで厚さがそのくらいなんですけど、CX400 の方が 23mm フラットで、 CX400 の方が、24mm フラットかなになってるんで、中圧系といえば中圧系で、ボックス形状の CX とで、ラウンド形状の FX とパワーモデルの FX と、コントロールモデルの CX と、もうこの比較気になる人多いんじゃないですか。気になるでしょう。まあ、こちらの方もね、ちょっとやっていきたいと思いますんでね、ストローク、ボレー、サーブとやってみますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあまずはね、FX500 ツアーの方使っている僕の、動画の方を見ていただいて、この後 CX400 ツアー、 CX400 と使っていきますんで、まあ、ちょっと比較なんかを交えながら、コメントしていきたいなと思っています。でですね、まあ、まずね、これね、僕ね、皆さんに謝らなくちゃいけないなって思ってるんですけど、シンプルにですね、僕ね、 FX500 ツアーと、まあ、CX400 ツアーあと CX400 ですか、この3つ、ダンロップさんって数字がそのままそのラケットを持っている、パワーに、なっている。なんで、CX200 よりは FX500 の方が、200と500なんで、500の方がパワーを持っているラケットだし、 SX300 なんかと比べても、SX300 と FX500 であれば、やっぱり300よりも500の方がパワーを持ってるラケット。まあ、よく飛ぶって言ったらいいんですかね。そのパワーっていうのもね、ちょっと難しいところではあるんですけども、まあ、そういう風に、なっているので、CX400 ツアーと CX400 自体は、まあ、FX500 に近いのかなと思って、まあ、そのラインナップで、このラインナップ3つで比較をしてみてるんですけども、いや、実際はですね、ちょっとですね、この分類は僕の中では間違ってましたね。まあ、この時点で僕まだ、打ってみてなかったんで、わからなかったんで、しょうがないのもあるんですけども、まあ、FX500 ツアーと CX400。これは、まあ、ちょっと似ている。ただ、CX400 の方がやっぱり CX シリーズなりの特性を持ってるんで、ちょっと違うんですけど、明らかにですよ。明らかに CX400 ツアーだけは違いました。これは、また、なんていうかな、このカテゴリーのラケットではないなっていう風に感じましたね。ちょっと動画切り替わりまして、ここから CX400 ツアー、今話をした噂の CX400 ツアーの方を、打ってみるんですけども、CX400 ツアーって言って、まあ、400なんで、やっぱりパワーレベルが高いラケットだから、明らかに飛んでっちゃうんだろうなっていう感じの印象を受けると思うんですけども、まあ、まず、簡単に概要を説明すると、まあ、打球感、さすが CX シリーズ新作だなっていうこともあって、すごく振り抜きが軽い。で、軽くあって、それでいて、どんどんスピングスピードを上げられるんですけど、そのスイングスピードを上げて振り抜けば振り抜くほど、軌道を高くしやすい。で、軌道を高く打ち出してもしっかり収まるスピン性能がある。
ていうのがね、すごく自分の中でね、あの印象的なラケットだったんですけど、ただですよ、この CX400 ツアーで、まあ、この回転をかけてですよ、あのコントロールする感触っていうのを引き出すには、それなりにスイング強度が必要だったんですね。あのすごく高軌道、あの高い軌道にボールを打ち出して、で相手 の例えばバックハンドの高い打点を狙ってみるだとか、でそれでいてさっきみたいに、あの割とまっすぐめ、言ってみれば軌道低めのボールをスピード感持って打ち出すこともできるし、ですごくね、そういう多面的な攻撃、多角的な攻撃だから、僕が今目指しているすごくあのいろいろなボール、球種のボール、相手の高いところを狙ってみたりとか、またはあのちょっとサイドに切っていくようなアングルショットみたいなボールを使ってコートを広く使うとか、そういうプレーがすごくやりやすい、あの回転でものすごくコントロールしてる感がでっかいんですね。なんでそういうことがすごくしやすいラケットなんですけども、さっきちょっと言いかけたんですけど、スイングをそれなりにちゃんとやらないと、そのスピンでのコントロール感っていうのが引き出せなかったっていうのが正直なところなんですよ。なんでこの CX400 ツアーについては、400っていうパワーレベルがあるから楽なラケットでしょって思いがちかもしれないですけど、その400っていうパワーを引き出すためのスイングが、できるだけ強いスイングが必要だったなっていう印象でした。で、それに対してですよ、それに対してこの CX400 なんですけども、この CX400 については、普通にその400っていうパワーレベルを感じたラケットでした。で、CX400 についてはですね、FX500 ツアーと比べると、まあ、明らかにスピンはかけやすいですけど、まあ、あの CX400 ツアーと FX500 ツアー、どっちに似てますかって言われたら、 CX400 は僕はどっちかっていうと FX500 ツアー寄りだと思います。フェイスサイズは100インチ で24ミリフラットっていうちょっと厚みのあるモデルなんですけども、まあ、それでいてボックス形状で CX の特性である、まあ、しなり、まあ、そこまで強いしなりを感じなかったっていうのもあるんですけども、まあ、その辺の特性を踏まえても、どっちかっていうとね、 CX400 ツアーよりは、 CX400 は FX500 ツアーより、あのどっちかっていうとまっすぐな軌道で打ち出して、まあ、あのスピード感を出したりとか、そういう方が得意なラケットだなって思いましたね。あの CX の特性を持ったパワーのあるラケットっていう印象で、まあ、あの FX500 ツアーよりは明らかに軌道を高くしやすいし、そういうスピンでのなんかコントロール感っていうのはすごくあったんですけども、まあ、どっちの方に、まあ、取り扱い方が似てるかって言われると、 FX500 ツアーよりなんかなっていう風に自分なんかは思いましたね。だ割とどっちかっていうと軌道低めで、あのコントロールした方が、まあ、ラリーがしやすいし、だこうやってボール持ち上げるようなボールも打ってるんですけども、ちょっとそれが、なんていうかな、少し持ち上がりにくい、正直そういう印象を受けて、まあ、どっちかっていうとこんな感じでどんどん打ち込んで打ち込んでっていう方がラリーの質としてはすごくいいし、でただね、このラケットあんまりしばいて打ちすぎるとちょっと飛びすぎる感じが僕の中ではあって、まあ、スイング強度があんまり強くない人でも楽に深く打ち続けられますよっていうタイプのパワーの持ち方のラケットですね。そこはちょっと FX500 ツアーとは違うんですよね。 FX500 ツアーはさっき言った CX400 ツアーのあのコントロール感を引き出すにはスイング強度が強い方がいいのと同じで、 FX500 ツアーもその500っていうパワー感を出すのにやっぱり振っていった方がそのパワー感を出しやすいっていう類のラケットなんで、まあ、そこはちょっと全然違うかなと思いましたね。 CX400 はどっちかっていうとスイング強度が弱くてもラケットが勝手に飛ばしてくれるって言っちゃあれですけど、しっかり飛ばしてくれるっていう感じの、ラケットでした。なんで、まあ、ああやって低い軌道でね、ガンガン打ち込むのが気持ちいいラケットなんですけどね。まあ、詳しくは、ブログの方で、書かせていただきますので、そちらの方もぜひご覧ください。ここまで、
ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、グッドボタンとチャンネル登録の方もよろしくお願いしたいと思います。ではまた。